セクションを31の04労働運動の効用。まあ、労働組合作って賃上げ要求みたいなことが戦後ガーっと起きますと。とで、なんで労働運動が高揚したかというと、まず食えないってなります。配給の支配、欠敗ですね。で、公務員の賃金抑制政策。 でなんで公務員の賃金が抑えられているかというと、これは先ほど説明したように、通貨供給量を抑えたいわけですね。通貨が多すぎるから、物の値段が上がってると。じゃあ、通貨を抑制しよう。そのために公務員の賃金を下げようと。まあ、公務員って結構そういう受難ありますよね。例えばあの、東日本大震災の時に一気にお給料下げられてしまうとか。GHQ 自体が民主化政策を進めていると。 自 h q はなんで民主化政策を進めてるかっていうと、これはまあ先々週説明したように、まあ、日本っていうのが極めて封建的なので、これを自由主義的にある程度したいと。封建的っていうのは、人が人を支配するのが封建的ですね、主従関係があるよと。まあ、地主と戸作、資本家と労働者と。 え、その資本家と労働者で支配と非支配の関係があるんですかあるあるある。例えば、旧来だったらこう労働運動なんかは、取り締まりの対象だったわけですよね。で、そういったものを GHQ はなくしていくわけですね。で、まあ、ある程度民主化するっていうのもありますし、もう一個は、なぜ大日本帝国が戦争したかというと、格差社会だったと。で、金持ちと貧乏人がいて、 金持ちは金が余る。だからこれを銀行に預ける。もしくは株式に変えると。労働者は貧しいから働き詰めになると。いうことで資本と労働力が供給されてバンバン生産していくわけですね。大日本帝国の急速な近代化っていうのは格差社会が生んだものです。で、物は生産できるんだけども、国内では消費できないと。中産階級にないからと。で、販路を海外に求めと。いうことで市場を 必要として、最終的には戦争に至ったんだと。で、これを考えると、金持ちと貧乏人の間を縮めて、中産階級を育成しなきゃいけない。そのためには、労働運動が有効だろうと。賃上げ等ですよね。ということで、GHQ が結構、労働運動ある程度やっていいよと。で、次。全日本産業別労働組合会議。 三別会議が巨大化したと。共産党が指導と。三別会議っていうのが、かなり先頭的な労働組合なんですね。まあ共産党が指導してるんですけども。で、なんで三別が先頭的なのかというと、産業別労働組合だからと。例えば、三別じゃないものを考えたらわかるんですけども、日本労働組合総同盟総同盟は都道府県別ですよと。例えば、広島県でゼネストしようと。そしたら、 広島の自動車が作られない代わりに、愛知の自動車が、トヨタがガン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 こう、作れる、売れるわけですよね。そうなると、なかなかこう足並み揃えてゼネストができないわけですね。それに対して、産別は自動車会社全体がこう連携してるって考えてください。なので、全国一斉でストライキやれます。 っていうことはできるわけですよ。三別っていうのが共産党の指導でできたもので、共産党っていうのはソ連の下部組織、ロシア共産党の下部組織で、で、ロシア含むヨーロッパっていうのは、ギルド制があって、ギルド制っていうのはこう職業別労働組合なんですよね。だからヨーロッパ型のものが入ってきて、これはまあ、ゼネストに使われるで実際にこの三別は、ちょっと来週になっちゃうかもしれませんけど、次のセクションで、2.1ゼネストの中心になります。 でも3別が大きくなったのは共産党が指導者からで、で、共産党がなんで元気かというと、テキスト。GHQ による人権指令で、徳田九一が釈放され、と。野坂三造もう警察から追われなくなりましたよ、と。先ほど GHQ のやり方っていうのは3通りありましたよ、と。日本政府に対して口頭で、まあ、ああしなさい、こうしなさいっていうものですね。もう一個は GHQ が直接動くと。 東条英機逮捕みたいな。あと指令って言って119が日本政府に出して分かりましたその通りしますと。で、この指令のうちの一つとして政治犯、思想犯の釈放とか特別高等警察、政治警察ですね、思想警察ですね。これを解体するっていうのがあったわけですね。まあ共産党が合法政党として再建。まあ大日本帝国の時代は共産主義は違法でした。生産手段を共有するとか、 階級をなくすっていうのは、道徳的によろしくないと。そうですね。この世界史をやっていくと、道徳って一体何なんだって思うんですよね。倫理って何なんだっていう。勝者が作るものなのかなと。で、久々にですね、メーデーが行われました。メーデーっていうのは5月、メイに行われる労働者のお祭りです。で、久々やった復活メーデー。で、これで、 調子に乗って、まあ、調子に乗っててうとよろしくないんですが、まあまあ盛り上がって、もう一回やろうやということで、食料命令っていうのをやったんですよ。販売獲得人民大会。公共前広場に25万人。この25万人っていうのは数字は割れます。警察が数えたものなのか、の主催者側が <laughs> 発表したものか。大体まあ多く見積もってる場合が多いですよね。主催者側が発表した場合は。 で、そこで、あの、プラカード事件というのを受きまして、僕、これ、すごい面白いなと思うんですけども、テキスト右上の方に、共産党員の人が、少々、少々っていうのは、あの、天皇が、あの、発する指示とか考えとかっていうのを文書化したものが少々なんですけども、 国体は護持されたぞ、賃はたらふく食ってる、何時人民飢えて死ね魚漁名魚子っていうプラカードを作ったんですけど、もうこ,れ <laughs> このフレーズを作るこのセンス、これは何だろう、すごいなと、こんなコピー僕、これよりも強烈なコピー見たことないですからね。何 <laughs> 時人民飢えて死ねと、これが不経済に当たると。で、不経済というのは戦前に皇室に対して失礼だよっていう場合は、捕まってたんですけども、この。 不経済に当たるんじゃないかっていうことになったんですが、テキスト。先週やったように、天南戦に人間宣言をやっておりますと。また、翌年になりますが、不経済が廃止されますね。ということで、結局この人は、最終的には免疎。裁判打ち切りになりましたと。今の日本 日本よりも戦争直後の日本はかなり左側ですね。天皇に対してこのようなことができちゃうと。僕は今47ですけども、僕が子供の頃まではテレビで昭和天皇のモノマネやってましたね。 まあよくテレビ番組であの空襲であの家も焼かれてお腹もペコペコなんですって言ったらあっそうっていうふうに言うような感じですよねまあ今はなかなかできないでしょうねでこんな感じで盛り上がってますとで生産管理闘争なんかも起き始めましたとで生産管理闘争っていうのは簡単に言うと工場主を追い出して労働者が生産を行って その生産による富も労働者によって分配されると思うんです。我々は記憶にあるのがテキストの右下にある2008年だから今から15年ぐらい前に品川の駅前のホテルで組合と経営が揉めて 組合が勝手にホテルをこう運営したわけですよね。で、現在じゃあこれできるかというと、現在日本は資本主義社会なので、一応私的所有権というものがあるので、不法選挙になるわけですよね。勝手にこう資本家の建物とか、勝手に資本家の所有物を使って、まあ横領して、こういうのやっちゃうということで、最終的には警官隊によって排除されましたと。この事件は。で、まあこういうのはまあ、今の日本だと少ないんですけど、これ15年前の話ですから、まあ戦争直後、 っていうのは結構生産管理闘争が展開されてとまあ、これかなり過激な労働運動ですねもう一つ生産管理闘争が行われた背景としては労働運動が激しかっただけではなくてテキストの身側に賛成度の用語書を貼ってるんですけども工場がこの時あんまり機能してないんですよねなんでかというと経営者が生産 意欲がもう沸かずに、もうインフレがどんどん進んでて、生産計画も立てられないので、とりあえず持ってる原材料をしばらくして売ったら利益が出るでしょうっていうことで、生産自体があんまり進んでないと。で、資本家は自分の利益だけ考えてると。で、我々労働者っていうのは生活があって、物がいるんだと。もう物がないからこんなインフレが起きてるんだ。じゃあ我々で物を生産しよう。資本家を追い出してっていうのが、生産管理闘争の理由の一つでもあるわけですね。セクション31-04。04 労働運動の公用終了です。